じゃあ、ミドル開発の、A 班の話していきます。まあ、A 班とか開発全般のことを先にお話ししていきます。まあ、ハードウェアの仕様としておさらいで、20センチ弱の小さいロボット、こんな感じのロボットで、頭と腕を使ったインタラクションになって、コミュニケーション、表出、感情表出っていうのができるようになっています。で、小さい体に多彩なセンサーということで、いろんなロボットに使われるセンサーが組まれています。そして、ラズベリーパイ ×Ubuntu、まあ、16.04 で、まあ、ロスが動くので、開発しやすい小型ロボットを、目指して開発していっています。で、まあ、主な仕様は、まあ、このような形になっていて、まあ、姿勢センサーだったり、カメラだったり、マイクだったりっていうのを、まあ、もろもろ入っています。で、ウェル・ミニドラ V0 ということで、5月末に開発開始して、9月に1台目完成。そこかな、首はしてるで、で、10月に2台目、もうちょっとどれか今すぐ分かんないけど2台目完成しました。で、今月、この11月ミニドラ合宿で3台作りましょうという形で動いてきております。で、ミニドラ、まあ、どんどん増えていくので、名前あった方がいいよねということで、今この V0 は12台作る予定なので、コードネーム12個ということで、12月月があるので、それと合わせて日本らしく月の旧名をつけるようにしました。で、それが、1月からムツキキサラギやヨヨズキサツキという形で続いていって、今回作ったもので、まあ、今まで作ったものでムツキとキサラギとして、今回の合宿でやヨヨズキサツキの3つを、作っていきました。で、ミドラ合宿の、A 班の活動を順番に言っていきたいんですけど、まず合宿1日目ではなく、マイナス1日目から始まりまして、マイナス1日目に動くやつ多い方がいいんじゃないかっていう話になって、あ、じゃあ今池のメンバー作ってしまおうって、合宿0日目に1台目完成したんですけど、0日目の合宿1日目の朝7時で、これでバタバタと弥生が、誕生しました。そして、次合宿、本当の合宿1日目は、説明だけで A 班お休みでした。で、その次の日で2日目と3日目は本当に、A 班は、固定のメンバーっていうのが少なく、入れ替わり立ち替わりで本当にいろんな人に入ってもらって、開発してもらいました。で、まあ、ざっと思い出せる範囲で数えたら、合計18名ほどの人がハードの制作に、関わっていただけました。で、まあ、A 班としては、合宿内で3台制作できて、合計5台になって、まあ、今1台松木さんのもとに旅立っていったんですけども、で、まあ、マイナス1日目と0日目に1台作って、2から3日目に、皆さんで部品を作っていただいて、3日目のプラスアルファで2台目を組み立ててしまいました。で、まあ、そのような形でいろんな人がいろんな部品を作って、まあ、3台完成して15名の方々でどんどん制作していったということで、本当にみんなで作ったミニドラっていうのが、まあ、達成できたんじゃないかなと思います。以上で A 班からの全体の説明を終わらせていただきます。